サボるのステーキのゆうとです。だれです。さげこです。で、今日企画何なんですか。これあんま知らない。今日の企画は、はい、イコマ遊園地でリアルデート。マジか、ほんまにリードするやつ。うわー、虫。リアルな遊園地って何？なんかユニバとかじゃなくてさ、キラパー行ったことあるよ。キラパーあるわ。何をお探しで？現状。朝が来れば沼。どうやねんかせやな。山頂です。山頂で空気がちゃうから、ここの生駒山頂遊園地絶対来てもいい。理由が空気がちゃう。タバコ吸う時の目遮がいい。朝が来れば沼。ユニカスたちと遊園地な。これは電子タバコじゃなくて CPV です。 CPV は世界を豊かにする。アフリカの子供を救います。空気をいいようにする。それが CPV。 朝が来れば行こうよ。ガンギマリ。行こうよ。デートやろ今から。焦点合わんねん。え？楽しそうやな。お。朝が来れば沼。はい。はい。ということで最初坂井くんと小息子のデートですか。はい。緊張しております。はい。しっかりリードできるように頑張ります。CM か。どこ行くんですか。あ、プラ、あ、プラも立ててんの。はい、それめっちゃいい。じゃあとりあえずどこですか。地図。もうわからんわ。どこ行く。朝が来れば沼。優しい。あ、優しい。帰るかやわ。朝が来れば沼。なんか平原とかでも急流滑りめっちゃ好きなんです。はい、あ、そうなの。何が好きなの。濡れるから。じゃあ濡れるからとかじゃなくて。やらしいな。地獄門はこちらだよ。いけるいける。ちょっとほんまに言えよ。マジでいいよ。地獄門はこちらだよ。怖くない怖くない。大丈夫大丈夫。え、本物が出る。本物は出る。さあ、しゃあない。本物はおるもん。TikTok とかネットで、ほんまにお化けが出るお化け屋敷って言われてるの。じゃあ、行ってみましょう。意外とお化け屋敷。誰がお化け屋敷か。ほんまに嫌がってるやん。3歳から行けんで、これ見て。そうそうそう。3歳から。いや、ほんまに。何が怖い怖い怖い。こっちが怖いわ。大丈夫や。あ、さすが。子供用です。子供用ですって、ほら。ほら、言ったやん。うるさいな、ボケ。もう、怖くね。この匂いが嫌、わかる。うわもう、ほんまに。プッシュが一番怖いんだけど。てんな。ほんまに嫌。ありえへんって、足ある、足ある。もう嫌って。ほんまに嫌やねんって、もう。どうでしょう、お化け屋敷は。え、多分放送できひんぐらいえずいてた。じゃあなんか普通に巨大動物恐怖症で、はい、作り物の人形とかがほんまに恐怖症で、あ、それを見た瞬間えずいてまうっていう。巨大。あ、足元気をつけ。カメラ見て言うな。
キリスベリー。じゃあね、これまあまあ怖そうやな、ちょっと見えへん。やろ、これがね、テクニスやったの。バイ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 。うわぁ待って、割れた、やばい、割れた、やばい、え、やばない、やばい、待って、割れたやねんけど、え、待って、ほんまに怖い、待って、このゆるゆるのシートベルトあかん、これマジで怖い、え、待って、やばい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 、ほんまに、あ、大阪綺麗、見て、大阪綺麗すぎる、うわー、やばいね、これ。あば。どうでした？これ綺麗。すごい。綺麗の。え、大阪めっちゃ綺麗やった。夜景みたいな。うん。え、何乗るの次？あのパンダ乗りたい。あれ？朝が来れば、どうしましょう次は。どうせやったら、はい、もうこういうとこ来たせっかくやし、なんか食べたいよな。そうそう、アイスでも食べようかなと。あり、季節も季節やしな。あり、うん、何買ったんすか。アップルジュースです。2人揃って乾杯、おっぱい、チェリーパイ。酒井くんのデートって結構ほのぼのした感じやな。あー、なるほどな。印象的には思いましたね。好きなもんも乗れたしな。そう、急流滑り乗れたからマジで面白かった。大阪のケーキ大阪のケーキ、景色が見れて、それいいな、俺全く見えへんかったわ。めちゃめちゃ良かった。生駒の遊園地の、はい、あー、確かにね、乗る遊具によっては。酒井くんどうでした、デートは。まあこんなもんじゃないですか。はい、朝が来れば、はい、ということでお楽しみのゆうたとのデートでございます。いや、ここでガチのやつやろ、ふざけで言ってたよ。もう前のデート見た、うん、見た、どんなやった、やった、あの心斎橋のやつ。そう、心斎橋でもデートしたんですけど、めっちゃ喜んでたよ。気づいたら一緒にビール飲んでた。昼から最高やった。あ、皆さん、なんかすごい雰囲気一個だけ醸し出してるよ、見て、ほら、なんか雰囲気ちょっと違うね。行きましょう。うん、え、何これ、どういう、何これ、めっちゃ斜めやで。どうした、どうした、どうした、え、上がれる階段。降りれる階段。これさ、すげえ、なんかめっちゃ伝わりにくいと思うけど、ま、うわ、これどっから撮んのが正解だ。まっすぐ歩いてる感じせえへん。せえへん。え、すごい。なにこれ、うわ、すごい。え、なにこれ、うわ、ちょっとめっちゃ怖いわ。え、やばい、ちょっと、めっちゃ揺れてる感じする。わかる、ほんまにめっちゃ揺れてる。こっちは、あ、でもすごい、電車や。うわ、すごい、ガチ電車や。え、動い、やばいやばい、めっちゃ揺れてる。ちょっと、なんで揺れてへんの、なんで揺れてへんの。三半期間おかしい。めっちゃ揺れてる、なんで揺れてない。ちょっと揺れてない。俺やる、俺もらしてる。やば、自分揺れてる。
離れるな。朝が来れば朝が来れば ワイドハウス。多分動画では一部切り取って載っけてると思うけど、めちゃくちゃ面白かったです。その生駒終わった後に、遊園地終わった後に夜景見て帰るみたいな。ガチのデートプラン完成。そうやな、ガチデートプラン。ほんまにデートスポットで最適ちゃう。ここだいぶ最適、めちゃくちゃいいと。ほんまに宣伝とかじゃないけど、普通にプライベートで来たいなと思った。ありがとう。ファンの方も。ファンじゃない。ファンじゃない。ファンじゃない。ごめん。失礼しました。ファンじゃない。また。ノリで言ってくれた優しい男のや。じゃあ最後に生駒三条遊園地の歌をね、あ、歌ってください。はい、酒井くん。行きます。行きます。1、2、3、4。ああ、生駒、はい、三条、はい、遊園地、はい、に来たら、はい、いいことや、はい、楽しいことが、はい、あるよ。朝が来れば。嘘偽りない愛。